お父さんが最初スノボをしてて、それで自分もついてく感じでスノボをしてて、それでシーズンオフの時に、まあ雪がないじゃないですか。なんで、まあ横乗りつながりで、まあスケートボードをお父さんと一緒に始めたのがきっかけです。お父さんのスノボードをやってるところとか、まあ、ビデオとかそういうのを見て、やっぱかっこいいなとか、まあ、スケボーだったら、まあ、やっていくうちに有名な選手の動画とか見るようになるんで、そういうところもやっぱかっこいいなとか思ったりしますね。こけますね。大会でも、まあ、こけると結構テンションが下がったりとかしますね。そのミスった時にもう切り替えて、絶対この技はメイクするって思いながら次のトリックに進みますね。まあそこで、まあ、決めれたら会場も沸いたりとかするんで、絶対ここは決めてやるっていう気持ちでやってます。やってて楽しいのは、まあ、スケートパークに行けば、まあ、友達とか学校ではない友達がいて、まあ、そこで競い合えたりとか、まあ、自分の新しい技とか見せつけたりとかすると、相手からおーとか言ってきたりすると、結構自分もテンション上がったりとかして楽しいですね。東京オリンピックの代表選手になって、まあ、自分の滑りを出し切って金メダルを取りたいです。まあ、自分はすごい階段で飛ぶのが得意で、まあ、憧れの選手もそういったパフォーマンスをするんですけど、まあ、その選手に、まあ、大会に出て、まあ、一緒に自分が勝てるような滑りをしたいです。